こんにちは、競馬エイトの横山です。佐藤です。佐藤さん、今週は、はい、エリザベス女王杯がございます。はい、ちょっとね、天気も週末ね、どの競馬場も悪そうなんだけど、そうですね、まあ、ちょっとね、どうなのかね、荒れるのか、硬いのか、まあ調教から行ってみましょう。はい、はい、まずはですね、ヌーボレコルト、どうでしょう。ちょっと勝ててないけどね、中山記念、これ評価、ね、多分ね、評価が分かれると思う、そこの関しては。今週はじゃあどうだった。俺ただこの馬に関しては、うん、あんまりよく見えなかった。ああそう、なんかね、スパッタしてる感じで、うん、あそう、ギアが変わってない感じ。先週もそうなんですよ、夏やると。あ、そう、でどっち引っ張り効いてすごい手応えよく映るんですけど、うんうん、まあ輸送もあるからね、ちょっと姉妹だけっていう感じだったけど、はい、まあ70ぐらいだったでしょ、ご飯とけば、うん、だからね、直線で終わってからの反応がね、うん、毎日だった。先週もなんかやっと、あそう、もっとスッと抜け出すのかと思いきや、意外にね、編入、うん、で終わっちゃったし、うん、まあ反応は俺は見ててよかったと思ったけどね、うん、ただやっぱりなんか馬体の成長がないんだよね。あ、そうです。だから早い段階で完成されて、それでなんか肉体的にね、だから筋肉が増えたとか、そういうところがないわけよ。もうずっと3歳のさ、完成されたまんまで来て、もう一段上がってこないんで、薄いですからね、うん、そうなのよ、うん、意外にね、だから稽古は動くんだけど、ちょっと意外に体が薄くてさ、そのあたりがね、あの、うん、ちょっとどうなのかなっていうところあって、まあ、鹿島禁物だね。ラクシスってどう、去年1着、連覇かかってますが、だからタイプ合ってきたみたいな状況でしたね。そうね、だから前回さ、まあ、春の体重なんだけど、一応マイナス16キロだったじゃない、うん、で、まあ、調べて見てみると、エリザベス女王杯去年勝ちました。で、産経大阪杯では絆を任しました。こういう時ってしっかり3頭合わせやってんのよ、このいい時。ちなみに前回も2頭合わせ、京都大賞って負けちゃったんだけど、まあ、ちゃんと合わせまで負荷かけてんの、中間から。ただ今回ずっと単走でしょ。やっぱり急激に体減ったっていうのは、少なからずやっぱ陣営も気にしてて、戻そうっていうのがやっぱ感じるね。ただ動きはさ、良かったよ。急所さんの前回増えた分を、うん、絞ったって言ってるけど、でもやっぱり3ターン数ずっとやってきた馬が急遽ね、調教パターンを変えてきてるんですよ、はい、この辺りに俺ちょっときな臭さ感じる。動きはあの首下げてリズム感に使って柔らかみもあったし、まあ、けなすところはなかった、うん、いいフォームで走った。悪い時はあの舌出したりしてるんで、この馬そういうところなかったんで、ただ俺はちょっと引っかかるね、はい、まあ、人気2頭はあまり褒めてませんね。はい、ルージュバックです。はい、オークスイバー、どうでしょう。これはよくなってる気がしますね、うん、そうだね、あのデビュー前と多分如月賞ぐらいの時が、うんうん、一番結構動いてたんですよね、うん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 、それのフォームに戻ってきたような感じします。この前足をね、こうグワッと出して、うんうん、振り幅が大きくて、うんうん、そうだね、膝を大きく使ってね、はい、体つきなんかもすごくいいよ。いや、すごいパワー、もうプリプリしてますね、うん、確かにさ、オークスの時はもう放牧出して、うん、まあ2週間満たないぐらいで競馬使ってきたでしょ。そうです、今回それよりは10日でした、うん、10日競馬みたいな、ね、俗に言うね、あれだったけど、今回しっかりまあやってるし、うん、まあ、土曜日なんかもすごいじっくり見れたけど、すごい良かったわ。先週のね、土曜日あの朝やったんだけど、これはいいでしょ、ね、うん、変わるとしたらこれじゃない。そうだね、これはあるね、十分ね、能力的にもまあね、チャンスだけど、ね、あとはどう、副兵人でね、俺がよく見えたのね、シャトーブランシュ、さらにフーラブライド、うん、ここら辺がよく見えたね。シャトーブランシュっていうのは、まあ、よその厩舎外にいて、そうですね、もう力を生まないでスイスイスイって抜いてるんだって、ましたね、あれ見ると、うわ、切れてるなって感じたんで、ね、シードがすごかったですね、うん、これはババシブッタの得意だしね、実際ね、ローズステックスが来てでしょ。これはちょっとね、ガライチあるよ、はい、あとはね、フーラブライト、まあ去年4着だったか、これがね、いつも、まあ、目いっぱいやるのよ、この馬ってシグッドで、で、大体足上がっちゃうんだけど、はい、攻めすぎて、今回は重心下がったまま来たからね。そうですね、あの時計で目いっぱいやって、最後頭下げたんで、これはもう良くなってんね、はい、この2頭僕のおすすめでございます、はい、さあどうでしょう。クイーンズリングとタッチングスピーチという秋華賞組、まあ例年ね、秋華賞組このレース強いから、うん、やっぱここら辺はやっぱみんな気になるところだと思うんだけど、どう、クイーンズリング。クイーンズリングは結構よく見えた。あ、そう、はい、口が開きましたけど、うん、
俺は前回本命だったのクイーンズリングは私本命だったんですけど、それはすごいね、あのコンパクトであの整った走り見せたから本命したの、出来上げて。でも今回あんだけ口割って頭こんなになって、俺は加工の一周前がすごいいい動きで、投手感もちょっと控えたんですよね、うん、そうね、合わせました的にね、はい、だからそのちょっと引っかかったんだと思うんですけど、うんうんうん、ただもうちょっとね、操縦性いいイメージあったんだけど、ちょっとな嫌だな、俺はあのテンション。ちょっとそう、確かにテンション上がってきてる、うん、感じはします、うん。ちなみに僕は前回本命でしたけど、今回は抜きます、これは。バサッといきます。これバサッといきます。あとはタッチングスピーチと。これね、なんか、調教あんまり動かないってね、前回。そうだね、フラフラしてね。そう、まあ、僕らも秋華賞前回ね、追い切り診断したんだけど、ちょっとやっぱ幹がね、まだしっかりしないっていうの、軸が。だからフラフラフラして、今回もそういう感じだったね。前回は好調キープっていうような感じだったんですけど、うん、今回でもそれより全然悪かった。そう、やっぱりああいう G1 の厳しいレース経験して一段上がらなきゃいけないのに、そうそう、同じような走りでフラフラしてたから、やっぱこのまま来年なんだよ、本質的には、はい、来年のあのビクトリアマイルあたりで買うわ、それは。まだって感じします。うん、まあちょっとまだ人気を背負うだけのあれはない。背負うからです。あとはどう、関東馬ね、面白いんだよ、結構シュンドルボンとかさ。そうですね、マリアライト、ね、そうね、マリアライトと2頭とも良かったね。どう、うん、これ、いや、良かったと思いますけど、うんうんうん、まあね、ちょっと距離とか、まあ、マリアライトはそうそう、手が回るってね。シュンドルボンもちょっとね、うん、一応ほら、血統的にはエルコンドルのハーツクライとか持ちそうなイメージあるけど、ちょっとね、右回りも久々だしっていう。ただ出来はいいね、2頭とも ね、 ね、マリアライトもいい、うん、あとはなんか、いる、もういない、どう。ああ、良さそうだったら関西部でスマートレイヤーですかね。いいね、先週8点ついてんね、49秒台ハーフで、うん、今週もどう、すごい良かった、ね、良かったです。これはなんかグッと起きてる感じしますけどね、状態的にはね、うん、確かにもともと結構動くけどね。ただこの馬はやっぱりどう詰まった感じがあるんで、距離的な問題だけだよね、あの出来はいいよね、うん、うん、まあそのとこか、そうなってますね、はい、まあ面白いレースになりそうですね、相当面白いですね、はい、これはね、はい、以上です。